今日はですね、このスペース、ここのスペースに竿置を作っていきたいと思います。もういつもこんな状態やからね、これじゃいかんなということで作っていきます。素材をね、使ってやっていくんですけども、バラバラにならないように綺麗にやっていきたいと思います。はい、でですね、この三角のところに綺麗にはまるようにちょっとしたいなということです。ちょっと邪魔くさいけど、ラウンド型にカットするとか、まあそういう風にやっていきたいと思います。理想はこんな感じがいいけど、はい、でこれを切ります。86センチ。こんな感じでやっていきます。はい、次にペットボトルキャップ、これが大体竿のあれと一緒ぐらいなんで、画面に行こうか。この半分ぐらいを、こっちから。どうした？で、
ていくんですけど、足を打ち込んでいきます。ですね、thank you.
れはこういう感じ。牙いい感じで切り替えて、立って感じかな。とりあえず完成。え、何来た何来た、何重たい、引いてる、OK、抜けた、もう一回食えへんか、あかん、何や何や、ということはおるってことやな、おるって餌取られてる。結構手前側に来てんねんな。まあ俺はあの奥に持っとくわ。あ、入った入った入った、では入れたいと思います。この時怖いのが爆発することなんで、世界に